阿部静香です。黒木翼です。2人合わせてシーズバー進めファイヤー。というわけで、はい、本日はですね、私の地元釧路、フィッシャーマンズマークムーンの中にあります、私たちのね後ろにこれです。ちょ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 、なんと北海道でも珍しい毛ガニの UFO キャッチャー、いますよここに。本日の私たちのターゲットが身を潜めております。全く微動だにしません。実はね、このフィッシャーマンズワーク、ムーさんのね、お隣、エッグの方で私たち昨日ね、イベントをやらせていただいておりまして、今日ね、この平日で、比較的ね、館内が落ち着いている時に、許可を得て撮影をさせていただいております。で、せっかくなんでね、ちょっとこれ挑戦しようかなと思うんですけれども、どうですか？撮れそうですか？いや、全然ね、撮れなそうなとこに神さんがいるけど、もう分かってんじゃん。そう、前回ね取れなかった、全然、挟んでるのにね、さっ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 て逃げられちゃったから、そうリベンジしたいなと思ってね。そうなんだよね、前回ね、実は、ね、1年前のかな、1年、そうだね、前以上前か。そうだよね、松本さんは実は挑戦をしたことがあるんですが、撃沈、そうトップ、さっ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 ね動画スタートしました。意気込みお願いします。毛ガニ取るぞー、はいやー、さあ翼さんが富士のフィッシャーマンズワーフムーンの中にある、こちらカニの UFO キャッチャーに挑戦しております。あ、間違えた。いやー、おいや、おいやお、お、あ、逃げた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 、逃げました逃げました。動くからね、そっか、こっちに来るのか。そしたら、はい、お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 、あ、逃げた、逃げました、わさわさ逃げた、逃げました。ということでこの勝負、毛ガニの勝ち。そうなんですよ、今日はリベンジマッチということで、でね、はい、500円で2回できんの、うん、はい、だからこれさ、男気じゃんけんみたいな感じで、うん、勝った人が500円を払って1回ずつやるみたいな。はい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 、だからまあ女気じゃんけん、そうだね、女気じゃんけんね、これはね、やっぱりね、出したいな。そうだよね、500円出したいな、だよね、カニさんリベンジということで、うん、オラが勝つ、私も勝つ、私が勝つ、私こそが勝つ。どうぞどうぞ。じゃんけんね、はい、勝った方が500円を払うということで、うん、はい、あ、そうだ、昨日さ、じゃんけん、じゃんけんさ、うん、さ、最初はファイヤーじゃんけんポンでやったから、うん、それやろうかな。よし、じゃあ掛け声任した、うん、お願いします。じゃあ500円をどちらが払うかということで、はいはい、最初はファイヤーじゃんけんポン、はい、お、おー、負けちゃった、勝てるなんて光栄、とっても光栄です、ありがとうございます。しかもほら、カニといえばチョキじゃんねえそういうことか、カニといえばチョキじゃないですか。じゃあ500円お願いします。はい、かしこまりました、ありがとうございます。じゃあこれ、500円私が払うとして、うんうん、2回できるから1回ずつやりたいと思うんだけど、そうだね、これはじゃあ、うん、負けた自分からやらせてもらいます。あと、じゃあ見れるじゃん一回。おうんうんね。そう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 、そうだね。じゃあ私が有利ということで、はい、じゃあまずは翼さんに挑戦をしてもらって、はい、その後私が挑戦するという感じで頑張りたいと思います。
それではちょっと私リングアナになった気持ちでね、青コーナー毛ガニ、赤コーナーゴーワンファイヤー黒柿つぼそファイヤー。では私さっき勝たせていただいたんで500円をお渡しします。はい、ありがとうございます。それでは行っちゃってください。お、お、そっち狙いですね、そっち狙いですね。お、また、また、お、ちょっと待って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 、毛ガニに触ってない。Oh my god。 1本しか触ってないやつ。待って、今どこ狙った？橋の。したら、こう爪入っちゃったの。次やった方がいい。あ、そうだね。じゃあ交代していただいて。はい、じゃあちょっと私が。これさ、どっちだったらいいと思う？でもあっこちょっと警戒したよね。うん。こっちの手前の子は無理でしょ。そうだよね。てことは結構奥目を狙った方がいい。いくよ。うん。いきます。だいぶ奥目をちょっと狙って。そう、そこにね。あ、ここはダメ。も。ここにね、あれがあるんだよね。お、お、お、いいよ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 。はい、はい、おー、はい、お、いいよ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 。お、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 よく歩き。すごいよ、見て顔。何仕上がるんだよ。なんかさ、発狂残ったみたいになってるね。なんかさ、斜めになってるだけに。え、これ危なかったぜって感じだね。やっぱさ、右足が速いっていうかさ、うん、横にさ、待って、この体勢キープしてみて。ここなら大丈夫かなみたいな。ねえ、ね、でもドキッとしたと思うよ、カニさんも。絶対さ、今さ、あれだよね、なんかうん、でもいい線いってたよね、うん、いい線いってたけど、なんか大丈夫あの子斜めになってるけど、もう人間不信もね、極みだよ、めっちゃ似合うんだよね、うん、でさ、この子がさ、うん、だからこっちに避けとけば本当だ本当だ、大丈夫だって言ってたじゃん君の言う通りだねみたいな。怖かったよ、怖かったよ。ということで、残念ながらカニさんの勝利、破れるということで、うん、カニさんの勝利。イエー、今ね、難しいね、なかなかね、カニさんの持つ弁当は取れないということで、私たちは。だというわけで、取れませんでした、うん、ちょっとね、難しい、難しい。チタンはでもね、いい感じで浮き上がって湧いたんだよね、カニさん。そうだね、なんかもうちょい、もうちょいというかね、ほらもう、ね、落とした時点でダメだったから。そうだね、筆高どうかっていう感じ。そう、そうなんですよ。ぜひ皆さんもね、フィッシャーマンズワーフムーにお越しの際はぜひこちらのチャレンジしてみてください。ケガニの UFO キャッチャー挑戦してみてください。難しかったです。でもね、撮ってんの見たことあるのよ、私、ね、小学生の子がね、撮って、ここのね、取り出し口のところから毛ガニがボーンって、あるのよ。なんかうまくね、やれば撮れる。ぜひ、うんうん、ね、皆さん挑戦してみてください。実際やった方でね、撮れたよっていう方のご報告もお待ちしております。というわけで、キーチャーワンズワークムーンさんからお届けしました。ありがとうございます。